ら。どうしたの？マスター聞いてくださいよ。また仕事で嫌なことがあったんですよ。人生ってなかなかうまくいかないですね。そりゃそうよ。いやマスターなんかもさ、またドッキリ引っかかっちゃってさ。またですか？本当だよ。それに比べたら大したことないって。はあ。推奨お酒で忘れる。豪邸。いや悩みが尽きないよね。どうだろう。推奨マスターへの一杯おごり。豪邸。ありがとうございます。ここ何年ぐらいやられてるんですか？ここはねもうかれこれ20年ぐらいずっと2代目なんで。あ、2代目、はい、マスター2代目なんですね。父親の代からずっとやってるからね。なるほど。よしょ。お、準備はできました。どうぞ。ブラックボックスです。ありがとうございます。申請アルコール反応により気分の高揚。申請を許可します。君と戦えて本当によかった。私もだ。今からでも間に合うニーヤオートマタバージョン 1.1A ポット可能ポットイーコーより報告。人類に栄光あれスペシャル。どうも皆さんこんにちは。ニーヤオートマタ大好き芸人狩野英孝です。そしてはい、ニーヤ大好き飯窪春菜です。よろしくお願いします。さあ今回趣旨をお願いいたします。はい、はい、この番組はですね現在 DMMTV で配信中のアニメニーヤオートマタバージョン 1.1A の魅力をたっぷり掘り下げる番組になっています。今アニメがね、すごい盛り上がってますよね、はい、いやそうですよね。高クオリティでもう毎週毎週大興奮で見てます。ゲームやっててちょっとストーリー分かってるんだけども、うんうん、なんかねすげえゾクゾクするんだよね。あのゲームのこのシーンこういう風に描かれるんだとか。そう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 、あそうだったそうだったって、ね、私もプレイしたの5年前とかだったので、はいはいはい、なんかアニメを見てまた思い出しましたね。で、はい、今日はですねこちらこのバーカウンター風でやらせていただいてるんですけども、はい、私マスターとして、マスター、はい、でそして常連さんと常連客でございます。先ほどですね、はい、ちょっと急遽の2名の予約が入ったんですよ。あ、そうなんですね、はい、ちょっとねあの名前はちょっと聞きそびれちゃったんで、うん、予約客なのに、はい、すいません、はい、ちょっとそういうところありますうちの店。ごめんなさい。そうなんですね、20年やられてるとやっぱ、はい、2名は来るぞっていうのはちょっと席は、はい、用意させていただいてますけども、はい、さあニーヤオートマタ好きですか、はい、結構 やってますか。大好きです。もうあの、うん、ビジュアル世界観音楽っても全部が刺さりすぎてて、はい、最高のゲームですよね。僕もねあの、はい、自分のチャンネル YouTube チャンネルでニーヤオートマタやらせていただいたんですけども、うんうんうん、あの他のゲームと全然やっぱこれ違うのはね、はい、うん、あの視聴者の盛り上がりよね。あ、そうなんですね。そう、あの、はい、ニーヤオートマタじゃあちょっとゲーム配信しますわって言ったらその SNS とかのコメントで、うん、はい、ついにやってくれるんですかとか、もうね民度がめちゃくちゃ高いのよ。いつも他のゲームだったらおい狩野そっちじゃねえよとか見なよお前なんでお前またそこでやられて、はい、あのね、ニーヤオートマタは本当にあったかくてすっごい盛り上げてくれるの、はい、唯一あの擬態取り忘れた時だけめっちゃ怒られるけど。あ、そうなんだ擬態は確かに取らなきゃでもねすごくねなんか視聴者の方々と楽しくなんか盛り上がってるな、相当こう愛あふれるゲームだなっていうのがね、うんうんうん、なんかストーリーが最高じゃないですか、うん、だから多分知ってもらえるのが嬉しいの気持ちがそのファンの方たちは勝つんでしょうね。あの料理とかでも、うん、本当に美味しいやつって人に勧めたいもんね、うんうん、食べさせたくなる食べさせたくなる、はい、だそれと一緒なんだろうな、うんうん、これを一緒に共有したいんだろうな。そうですね。ボッド04により報告。えニーヤオートマタの話で盛り上がっているお店を発見。お推奨入店。この声はまさかいらっしゃいませ。わーやってますか。あらららら、予約のお客様ですか。はい、多分そうです。あ、2名様2名で予約しました。どうぞどうぞお座りください。はい、あらららら、入店の声聞いただけでもすごいテンション上がりますけども、はい、改めましてご来店ありがとうございます。ありがとうございます、スペシャルなお客様とはですね、ニーヤオートマタのゲームから引き続きアニメにも出演中 2B 役の石川由依さんとポット042役の安本博樹さんです。お願いします。よろしくお願いします。今回一緒に番組を盛り上げてくれる特別ゲストは 2B 役の石川由依さん、そして
2B を随行支援するポット042役安本博樹さんのお二人。忙しい中ありがとうございます。こちらこそです。いやでもちょっとお会いできて光栄です。ニーヤ大好きだったのですごい今日興奮してます。もう最初のトークからもうニーヤ愛めちゃめちゃ伝わってきました。ありがたいね。ありがたい話ですよ。すごいですよね。なんかもう一個のゲームで、まあアニメ化もそうですけど舞台化にしっかりこの長いことファンがいらっしゃるっていうゲームってなかなかないですよね。でさっきでも加納さんがミンドっておっしゃってたけど、はいはい、この作品って多分最初、まあ、こんな言い方したらダメだと思うんですけど、はい、ゲームってこんなに売れると多分思わなかったと思うんですよ、はい、でもだから口コミでどん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 売れてだからファンがファンを引き引っ張ってきたんですよマジで。なるほど。それでアニメ化まで多分たどり着いたんだと思うんですよね。ファンが応援してくれたから押してくれたから、うんうん、広めてくれたから。確かにこのゲームのプロデューサーの斉藤陽介さん、陽介さんが、はい、一回話した時に確かに言ってました、うん、出した時の爆発よりも長くこうずっと愛される感じ、うんうん、そこは本人も確かにびっくりしてましたね。最初のゲームショーの時に200万本売ったっつって、うん、うわやったぜみたいなことみんなで言ってたんですけど今700なんですよ。うわ700万本なんですよ。ずっとそこからじわーっと売り続けて、だってアニメ化されたのもゲーム発売してもう数年経ってからですもんね。そうですね、うん、あと海外ですよね。海外でもこの進出してって外国の方々がこのニーヤオートマタの作品にハマっていくっていうのもなかなかすごいことですよね。嬉しいことですよ。さあ今日は私たちにですね、はい、感情出しまくりでこの4人でたっぷりニーヤについて語りたいと思います、はい、人類のいない地球上で繰り広げられる機械生命体とアンドロイドの戦い。 2B さん僕嬉しいです。感情を持つことは禁止されている。ためらっちゃダメだ、トゥビー。人類のために戦い続ける命なきアンドロイドの物語。 DMMTV で見放題配信中。アニメニーヤオートマタバージョン 1.1A。 舞台は遥か未来、異星人の生み出した兵器機械生命体が人類文明を壊滅させ地球を侵略。生き残った人類は月へと敗走。地上では人類が生み出したアンドロイドと機械生命体との熾烈な戦いが続いていました。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。原作はスクエアエニックスが送るアクション RPG ニーヤオートマタ。日本ゲーム大賞、グローバルゲームアワードなど国内外で数々のゲーム賞を受賞した日本を代表するゲームの一つ。プレイヤーは人類のために戦うアンドロイドとして地球を奪還するための戦いに身を投じていくことになります。そんなニーヤオートマタの人気の秘密は、どこまでも広がる美しく荒涼とした世界。澄んだボーカルが映える繊細で物悲しい音楽。爽快なアクションだけでなくシューティング要素も取り入れた高いゲーム性。そしてキャラクターたちが戦いの先に迎える過酷な結末。美しくも儚い物語が世界中のファンを虜にしています。ニーヤオートマタは前作ニーヤレプリカントと世界観を共有したニーヤシリーズ第2作として2017年に発売。口コミでじわじわとファンを増やし、発売から5年後の2022年には全世界累計出荷ダウンロード販売本数が700万本を突破。そして2021年にはシリーズ第3作としてスマホゲームニーヤリインカネーションもリリースされました。そんなニーヤワールドはゲームの枠を飛び越えて舞台、コンサート、小説、漫画とメディアミックスを展開。シリーズの世界観が拡張されてきました。そして2023年1月、
アニメニーアンオートマタバージョン 1.1A が放送配信開始。ゲームのディレクターでもある横尾太郎氏がシリーズ構成を担当。声優陣もゲームのオリジナルキャストが再集結。現在 DMMTV で見放題配信中のアニメニーアオートマタバージョン 1.1A、 今回はその魅力をとことん語ります。推奨本番組の視聴。アニメの原作になるゲームニーアオートマタ、私もプレイしたんですけれども、石川さんと安本さんも相当やり込んだらしいですね。やりました、僕はやり込んだじゃもう聞かないです。テーマーですからね。ニアに関しては多分あの変なスタッフより知ってると思います。もちろんじゃあ何週も何回もやりましたね。でも石川はもともとゲームやらない子だけどこれをやったんで、ね、そうですね、私そんなにゲームってものをやってなかったんですけど、うん、せっかく自分が出てるならと思って、ね、やったらめっちゃハマっちゃって、うん、どんな感覚なんですか、自分の声のゲームをやるって。でもあのってことは、うん、このセリフ取る時とかは あのセリフここで使われてるんだみたいな、うん、ことをやっぱ思ったりするわけですよね。そういうのもありますね。なんか結構ニアオトマタに関してはあの分岐がたくさんあるじゃないですか、うん、はいはいはい、だから台本読むだけだと理解できない部分がたくさん、どこに繋がったみたいなのがあったので、やっとゲームしてあこういうストーリーだったのかって分かる部分はたくさんありましたね。なるほどね。安本さんも結構じゃあシリーズ、はい、ニアオートマタはそうですね、もともとが世界観としてニアレプリカントっていうのがあって、それも僕出ていて、うんうん、でまあ、今日来てるんですけど、これはニアの10周年、レプリカント10周年とオートマタの5周年の T シャツだったんですけど、自分で全部持ってるぐらい。そうか、よろしくないんですよだからファンですね。ちょっと様子がおかしいですね。今日自前なんですか。あ、もちろんですよ、そうなんですね。あのクローゼット1個埋まるぐらいニーアの深いでもなんかそうグッズとかも集めるのも楽しいけども、何よりもスタートとしてそのドラゴンドラゴンってゲームがあって、うんうん、プレステ2なんですけど、はい、その時から話がもうむちゃくちゃで不快になるぐらい不快になるんですよ簡単に言うと。まあ、ただそのストーリーがひどすぎて、あひどすぎてっていうのは切ないんです。切ない。なるほどね、はいはいはい。ただ印象に残るし感動もしてるけど、はい、なんでこんなクソっていうのがあって、それの地続きの話がレプリカントで、それの地続きがオートマタっていうので、はい、これ全部を楽しんでいってる、まあおじさんだからそれができてるんですけど、でもそれができてるのは幸せなことだなと思いながらこのニアオートマタをめちゃくちゃやってたんですね。そしたら同じように感じてくれてる人がどんどん増えてって、うんうんうん、みんなの上で今こうなってるし、こういう場もあるってので、うん、ありがてえなと。いやだからあの、うん、ニーアのストーリーもすごいんですけど、ゲームとかやってると、はい、あのサブストーリーなんかも、うんうん、サブストーリーですよ、サブだけどこれメインなんじゃないのっていうぐらい、うん、深いストーリーだったりしますよね。やり込み要素が半端ないですよ ね、 ニーアシリーズにはサブクエストと呼ばれる細かいストーリーが存在。カノさんはニーアレプリカントの中で特に好きなサブクエストがあるのだとか。ロボット山かなんかの中の、はいはい、ピーちゃん、はい、あの兄弟の話。あ、僕あのピーちゃん僕やってます。そうなんすか。あれ十何年前に僕やってます、いやあのストーリーやばくないですか。あそこの兄弟のお兄ちゃん のお兄ちゃんがやべえ、お兄ちゃんっていうか弟とね、そう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 、最後ちょっとまあネタバレになるかどこまで言ってるかまた言えないんですけども、あ、すごい、あれはすごいストーリーなのよ。でも、まあ、もう話すと長くなっちゃうんですけど、あの時出てきたでけえロボットのピーちゃんが、はい、まあ、僕やってたんですけど、あれが実はこのニーアにも実は関わりが少しだけあるんですよねっていう話をし始めても止まんなくなる。いや本当ね、別な考察動画か何か言ってみましょう。本当ね、ちょっとしたこの材料が実は後からここに繋がってくるんだっていう伏線を全部しっかり回収してくれるから、本当ありがたいんですよね。知っとくと楽しい、知らんでも楽しいけど、知っとくと あれってなったりもするし、今回のアニメも、まあ、先ほどあのサブクエストの話をお伝えしてくださいましたけど、はい、サブクエスト知ってるとあーってなるのいっぱいあるんですよ。そういうあの何ですかね、もう増山さん監督が多分僕と同じようなオタクなんでしょうね。ここあったら気持ちよくねっていうのを入れてくれてるから、本当に僕も僕自分のこと外役オタクって言ってるんですけど、いや外役オタクって言ってるんですけど、外役オタクも納得の仕上がりになってて、また全てがね、全てがハッピーエンドだけではないんですよ、このサブストーリー。これがだから余計に心に残るというか、う
もしかしたら進めていく上でこのサブストーリーの続きがあるかもしれないと思って続きを探してしまったりとかね。あでも分かりますね、はい、であとおっしゃってましたけど音楽、音楽最高ですよね。あの加納さんそのニーヤシリーズの原作 の、はい、あの横尾先生とはお知り合いなんですか。横尾太郎さんとは、一度その番組というか企画であのお話しさせていただいて、はい、いや音楽すごいです、音楽すごいですねって言ったら、うん、そのディレクターの横尾さんがあんまり音楽褒めないでくれた、はい、なんであんなにいいのに、作ったやつ調子乗るからこれは我々もよく聞かされてる。そうですか。よく言われますか。岡部さんを褒めると横尾さんが怒る。音楽いいのに。音楽ね、音楽もめっちゃ大事な要素なんですよ、ニーヤさん、はいはいはい、で多分自信もあるし横尾さんも分かってるのに褒めると怒る、だからアニメの村で、うん、あのオルゴール開いた時に流れてくる音楽でも切なくなったりとかしましたね。持ってかれるよね、うん、曲でね、うんうん、思い出しますね。でまたそのアニメもしっかりとそのゲームの音楽をちゃんと引き継いでくれてるから、はい、だからやっぱゲームとかアニメが舞台化とか、うん、ゲームがアニメ化とか、うん、ちょっとファンからするとちょっと正直ちょっと大丈夫か、まあ、みたいな言いたいことはめっちゃ分かります。でも声優さんも全部引き継いでるし、うん、音楽もちゃんとアニメが引き継い、アニメ引き継いでるし、クオリティのやっぱグラフィックもすごいし、これはアニメマジでちょっと感動しました僕は、うんうんうん、アニメ化が決まったっていうのはまあ多分お話伺うでしょうけど、うん、その時はどういうお気持ちだったんですか。今と思いました。あ、5年経って。なるほど。でもそうよ、でもさっき僕なりに思ったけど、みんなが応援してくれたケチ実がここまで来たから、うん、5年間の時から5年と言わずここから先もそうだと思うけど、うん、応援し続けてくださる方たちのいるおかげでこういったアニメにもなれたんだなっていうのも思いましたね。なるほど。いかがですか、アニメ化がこう決まったってお話聞いて。私不意打ちすぎて本当にえってなりました。知ってましたか。俺はその配信とかでまだ言っちゃダメなんだけどなるんだよねってポッて言われて言えないじゃない。あれもどかしいですね。ただなんか廊下から廊下を歩いて帰り道のエレベーター乗る前ぐらいにポッて言われて、なんで言うんだよ。そんな秘密にしといて、秘密にしといてくれよ。来週ぐらいに発表だから1週間黙ってんのみたいな。苦しいですね。確かそんなだった気がします。ちなみにその横尾太郎さんってさっきお名前出ましたけど、うん、はい、第1話で声優として参加されてたの知ってますか。え、アニメに、アニメに、え、横尾さんが、横尾さんとあと斉藤さんです。え、斉藤さんも一緒に、全然気づきません、申し訳ないですけど、どこだったんですかね。どの誰ですか。あの、ね、まあ、エンゲルスっていう、はい、でかい手が歯車みたいな、あ、もう一番最初に出ます、ボッキースカーです、はいはいはい、あれです。そうなんですか。そうなんですよ。あれを塩川さんと、はい、斉藤佑介さん、あのゲームのプロデューサーの斉藤佑介さんとアニメ の、 あのゲームのディレクター、まあ、このアニメのストーリーにもね、うんうん、いっぱい協力なさってます。それはあれですか、横尾さん斉藤さんが俺も出せっていう。あ、僕もそう思ったんですよ、はい、シャシャったなと、はい、あのお二人はなんかありえんじゃねえかと、シャシャったんじゃないのって言ったら、いやそうじゃないと、監督が立ってる規模で、だからもう我々からすればただの一新人生ですもん。そうなんだ、気づかなかった、本当だ。キャスト名前がちゃんとエンゲルスと2人になってますね。本当だ、ちょっともう一回見直そう。そうだね、だからこういうとこなんですよね、ニーヤオートマタって。最後のエンディングの、はい、見てて、声優に斉藤さんと横尾さん、どれ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 みたいな、うんうんうん、この気づくかっていうこの遊びが、ね、仕掛けもありますね。仕掛けがやっぱ面白いですよね。さあそのアニメについて語っていくんですけれども、うん、今日はせっかくニーヤを愛する方が、揃ってるので、はい、皆さん推しキャラについて、いいですね、語りませんか、はいはい、いいですね、推しキャラ人類会議をやりたいです。素敵なネーミング。誰からいきますか。ニーヤ大好きな皆さんで推しキャラ人類会議、まずは自称外役オタクポット042役の安本さん。1人目はまずは安本さん、はい、言いますか。分かりました。安本さんの推しキャラお願いいたします。僕はずっと言っておりますが、あの 2B ちゃんですね。あら、はい、2B ね、これもう石川の前でも惜しげなく言ってますもう愛を伝えてるんですね。ずっと 2B はいいってのはずっと言い続けてますね、うん、石川由依さん演じる 2B、 正式名称はヨルハ2号 B 型。冷静沈着な性格をした汎用戦闘モデルのアンドロイド。まあまあもちろんいいんですけども、改めてどういうところが推しポイントだったりしますか。まず最初はビジュアルからで、ビジュアルがまあ可愛い、かっこいいし、いい、まあ、衣装がこのね、喪服を
一応元にしたる衣装を着てるとか、それ意味深なビジュアルでまず惹かれて、であとはアクションゲームをやっていく時の動きがただただ華麗なだけじゃなくてたくましかったり走ってる姿とか、もう指こうで使うんですね、自然形成こうですからね、そういうところとかのなんか肉感的な部分とかもアンドロイドにいっぱい感じて、あとはもうストーリーの切なさだったり背負ってるものの大きさとか、なんてこの子はこんな大変なことをやってるんだっていうのでどんどん好きになって、もう今グッどんぐらい持ってるか分かんないですね。マジですか、いくら使ったか分かんないですか。2B に自分の出てる作品にすごい方なんか思いが、あんまそういうことってないんですけど、 2B は異常ですね。僕だから任意関係は異常ですね。そうなってくるとポッと声やられてるじゃないですか、はい、その 2B にこう音もできてる声っていうのもなんかすごくなんか感情乗りそうですね。いやでも切り替えないとやってらんないですよ。そこは興奮しちゃうから、もっと興奮してたらやってない。もうとにかくね冷静でいなきゃいけないですから。僕最初このニーヤをやるときに、このゲームやりますって時に、この 2B のキャラクターはなんか見たことあったんですよ。でなんで見てんだろうなと思ったら、そのプライベートで東京ゲームショウとか行ってる時とかにコスプレしてる人たちが結構いたんですよ。めちゃめちゃいましたね。そうで印象的だったんですね。でもなんでこの 2B が一番この外国の方々も含めコスプレしやすいんですかねって斎藤さんに聞いた時に、やっぱ目を隠すってやっぱ結構目をやっぱ時間かかっちゃうから、まあ言ったらコスパいいというか、すごくこうしやすいんですって。なるほどね、はあ、そういうのもある。それでやっぱそういうコスプレでみんなが真似しやすいっていうのも含め広まってった要素のポイントかなというふうにやっぱ思いますけどね。私やっぱあの 2B のコスプレをされてる方とか、ついつい SNS フォローしちゃいますね。おお、そう、はい、レベル高いですね。フォローしてますそうなんです。やったことないの？ないです、コスプレはないんですけども。やりたい。あーもうあの 2B はちょっとナイスバディなので、そこに対して私はもうあんなもうあの無理だなって。はい、似合いそうだけど。見たい。好きなキャラをやればいいんですよ。あーなるほど。いやでも、もう見ているだけで眼福と思って、あのゲームプレイ中もそのスカートの中が見えるじゃないですか。あジャンプとかね。はい、私も何度もジャンプして楽しんでますね。メンタル男の子ですそうなんですよ。やっぱ綺麗なものにはやっぱ見とれちゃうんだ。見とれちゃいます。いい太ももしてるなと思って。そうなんですよ。いい肉付き。そうなんですね、お尻から太ももにかけて、たくましさも感じるところ、ね、確かに。石川さんいかがですか、こう 2B やってみて、石川さんから見るこの魅力というのは。 2B はそうですね、なんか、まあ、感情を出すこと禁止されてますけど、多分本当は誰よりも豊かで、でも感情をまあある意味出しちゃいけないよって言われてることに自分を律しつつも、なんかそこに救われてる部分も多分あって、きっとね 9S とかいろんなことに多分出したい感情とか出てしまう感情をでも押し殺すことによってどうにか持たせているというか、そのなんかこの瀬戸際のこのなんかいろんなものを背負ってんだなっていうところがなんかやっぱりグッときますね。だからそれも安本さんが好きなところですよね。いろんなもの抱えてこいつ強く生きてんなっていう。誰よりも感情的なんですよ、でも本当はっていうか、そうですか、根幹は。そこもいいんですよね。出しちゃいけないっていうね。ちなみにあの、まあ、2B のお話を今させていただいてですが、アニメの 2B ちゃん、アニメの方の 2B ちゃんのキャラクターデザイナーさんが、とある部分にこだわってるんですよ。とある部分、この 2B ちゃんのとある部分にこだわってるんですけど、これどこか分かりますかと。もう分かんの？はい、分かります。ゆこさん分かる。あれじゃないですか。ちょっと待って。はい、もうちょっと遊ばせて。まだ悲しみだ。どうぞどうぞ。まだ栄光ターンの、こだわってる部分、ゲームじゃなくアニメでこだわってる部分。ゲームでも多分こだわってはいたと思うんですが、でもアニメの方がより顕著ですね。でも俺も分かったかもしんない。じゃあ栄光さんいいですか、答え言っちゃって。はい、当てちゃってください。同じだったらもうあれ申し訳ないけど、髪の揺れ具合。全アニメがそうっす。違うの？なんかこの一本一本ある。でもね、確かにそこの表現とかも美しかったりもするし、ショートカットだからこそのね動きとかもあるんですけど、そこも素敵なんですけど違うんです。もう一箇所あるんです。もう一箇所というか元であるんですよ。リコさんじゃあ。あのスカートのスリットから見えるキワキワのその見える見えない問題。好きだなスカートの中。そこばっか注目してください。16歳の高校生の男の子です。男の子です。いや、こうアニメ見てて私も、このシーンは見えるけどこっちは見えないんだとか思うんですよ。本当はこだわってるでしょうけど、多分
ラクターデザイナーさんそこ言わないです。あ、言わない、恥ずかしいから。楽しんでました。なんだろうね、あのなんだこの目が見える時のこの目の輝きとか、あそこもねエンディングのねアンジュロミーの大サビの前でパッて見えたりもしますけど、はい、あそこの美しさもあるんですが、はい、それが際立つにはねっていう、今出てますよ、出てますよ、見えてますよ、この中に、えこの中にある、ビーコさん、あのおっぱいではない。やばい、見てるとこバレた。あでもなんかそのアニメで見てて、はい、唇のツヤがすごい感じたんですよ。正解です、正解、はい、唇のツヤ？だからなんかグロス塗ってるみたいな、なんかメイクしてるみたいな風に感じてはいたんですけど、ゴーグルで何せ目を隠してて、はい、感情表現だったりその時の行動っていうのが伝える情報が一個ないんですよ。こ、うん、なってくるとここがやっぱすごく大重要になって、うん、この唇の光加減だったりとか枚数だったりとかをものすごいこだわってるそうです。うん、へー、唇か、でも確かにそう言われてみると、うん、感じますね。この絵もそうですけども、うん、アニメとゲームの演じる時の違いみたいなのってあるんですか？うん、そうですね、でも基本的にはなんかやっぱり5年経って、うん、2B ちゃんもゲームの作品の中で結構変わっていくじゃないですか、うん、ストーリーを追っていくにつれて、うんうんうん、あのなのでちょっと自分の中でも気持ちが変わってきちゃう部分もあったので、そっか、なるほど、もう一回見直したりしました。なるほどね。最初どんな気持ちだったかな、どんな声だったかなっていうのは、やっぱストーリーが進むにつれて若干やっぱこう感情ちょっと出してみたりとか、うんうん、やっぱあるわけですもんね。うん、やっぱいろんなこと知っちゃうので自分で。そうか、うん、一番ドライでゼロじゃなきゃいけないんだ。ゼロの状態に戻すために見直したりとか。それむずそう。難しそう、うん、安本さんいかがですか、ポット。僕何も変わっちゃダメなんだ。絶対に変わっちゃいけない。ポットに関しては。そうっすよね。面白いシーンとかアニメってちょっと足されてたりもするんですけど、はいはいはい、そこも真面目に平たくやるから面白いはずだから、はい、もうとにかくブレないように、もうめっちゃ突っ込みながらやってますけど、現場では。ちょっとコミカルになってますもんね。現場ではおーいって言いながらやってますけど、まあそれは感じさせて、もうとにかく平坦にやろう。あれ声優さんのこの現場ってどうなんですか。一人ずつ撮るんですか。なんかあの俺なんか。昔テレビで見たことあるのはなんか何人か並んで本持って映像を見ながらこう撮ってるなんかイメージが強いんですけど、コロナ前は全員でやってましたけど、はい、コロナ禍になってから分散収録になって、はい、まあ最大4人とかでしか撮れなかったりもしたんですけど、でも 2B は 9S とか一緒に撮れてたりしたんですか。そうですね、私は大体 9S と一緒で、あ会話しながらちゃんとできてんな、はい、でもゲームの時は実は一人で撮ってるので、うん、初めてだからアニメになってみんなでこう、はい、声聞きながらストーリーを追って、しかもそれ聞いちゃうとより反応したくなる。そうですよね。確かにそれをまた抑えてみたいな。私はなんかマニアックな質問なのかもしれないですけど、どっちが楽なんですか、最初に撮るのがいいのか、後々皆さんの声を聞いてこう撮るのがいいのか、なんか後々だとなんか自分が思い描いてきたこの演劇の演技のそのプラン、うん、あ前あこんな感じのテンションで言うんだ、じゃあちょっと変えようかなみたいなことでもあったりとかするんじゃないですか。それはでもその人のキャラの立ち位置じゃないかな。立ち位置もあるし、でもやっぱり一番最初に撮る人で基準が決まってくるので、うん、そうですよね、だから主役も先に撮ってほしいで、あそうですね、なるほどなるほど、大体それが多いかもしれないです、うん、いやなんかあんまりねちょっと聞けないような、僕らはなんかそういう声優さんのね、はい、皆さんから大人気の 2B を演じる石川さんの推しキャラは、A2 ちゃんです。なるほど、おー、はい、A2 は、はい、僕らはあのニーヤオートマタ一周だと、はい、そうなん、出会わないですよね、ちゃんと。そうだね、一回戦うんでしたっけ、うん、一回戦う、あの森の王様のところで一回出てきますね、一回出てきたけど、でも謎で終わっちゃうんだよね。そうなんです、誰だろうで終わってますね、うん、諏訪彩香さん演じる A2、 正式名称はヨルハ A 型2号、現ヨルハ部隊が正式採用される前のプロトタイプモデル。司令部からは脱走兵として指名手配を受けているということで、アニメだと本当アニメもまだちょろっとしか出てないかなと、うん、なんかちょっと意味深な、そのヨルハから裏切られたみたいな感じの言葉を残して残るんですけども、そう、見た目も結構ワイルドで、はい、ちょっとなんか本当敵対してるのかなっていう感じがするんですけど、うんうん、私あの実は音楽劇ヨルハっていう、はい、まあ、このニーヤオートマタから派生した舞台でちょっとこの2号っていうキャラクターを演じさせていただいてまして、うん、その2号は実は A2 の過去の呼び名
ほうほうほう。で、まあ、だからつまり A2 ちゃんの昔のを演じさせていただいたんですけど、 A2 もやるし 2B もやるしいろいろやられますね。実はもう A2 も昔は全然違ったんですよ。へー。 A2 っていうのはその僕らがねプレイしたの 2B の気球型ってことですよね。簡単に言うとそうですよね。全モデルですね。全モデルですよね。ってことは明らかに 2B の方は上なんですか。新型ということで強さは性能はきっと 2B のがあるのかもしれないですけど、はい、でも実は昔の見た目とかも 2B と全く同じような服装だったり髪型も、うん、6話 あのリリーの過去の時に出てくるのが、うん、あれが2号です。2号だ。なるほど。そうなんだ。それが変わってくん、こんな変わるんですね。もう全然本当にもう心優しい実は女の子だったものが、はい、いろんなことを経て何かきっと裏切られたりしてこうなってしまったっていう。音楽劇オルファを見るとあのなぜ脱走兵扱いされてるかとかも分かるんですよ、うん、へー。それは音楽劇を見なきゃ分かんないですか。音楽劇、ね、一応根本的には短くアーカイブで多分ゲームの中では書かれてはいるんですけど、はい、あとはきっと多分コミック化されているのでそれで読むこともできると思います。でその音楽劇に出てきたキャラクターとかが、うん、今回また新キャラで出てきてたりもするので。ワイルドな見た目で単独行動する A2 ですが第6話で描かれた過去では仲間思いの優しい一面が今とのギャップも魅力的。まあ、リリーとかもいますけどね。そうっすよね。リリーあの第6話に出てくるリリーとかも、はい、そのリリーのそのままで過去って俺は知らないもんね。そうですそうです。あのニーヤオートマタをプレイしててリリーっていうのは、うん、なんかこうポッと名前だけは出てくる感じで。アニメでは地上レジスタンスのリーダーとして登場するリリー。しかしリリーはゲームに登場せず名前のみ確認できます。これは何本かある世界線みたいなので別世界線でまたニーヤオートマタの再構築皆さんもしてるんですよ。誰が生き残ってるかみたいなところで話が変わってきて。なるほどね。いやなるほど。なんか音楽劇の方はあの先輩の田中玲奈さんが、はい、4号として出ていたのでだからなんかいいな夜派出られるのいいなって思いながら。それなんで出ないの。なんでなんですかね。私あの歌がそんなに得意ではなくて音楽劇やん。音楽劇だから多分。いやでも踊りと音楽劇じゃない夜ハマりますから。ちょっとそっちお願いしますできたもん。いやここまで愛があればね、はい、絶対オファー来ますよ。じゃあ次は私の推しキャラいいですか。はい、お願いします。飯久保さんの推しキャラは？ 9S です。あいいですね。はい、私をニーヤオートマタに引っ張ってくれたのが 9S なんですよ。花江夏樹さん演じる 9S。正式名称はヨルハ9号 S 型。好奇心旺盛で感情表現が豊か。戦闘ではハッキングを駆使し 2B をサポートします。私その色素薄い系のキャラクターが昔から好きでの中で美少年でハーフパンツにあの、ね、ハイソックスになど真ん中でしかない。でもそういう方多いですね。はい、うん、たまたまツイッターかな SNS で 9S のその絵か何かが流れてきて、うん、あなんだこれはと思ってホームページに飛んで、うん、そこでこうボイスとかも聞いてそのままポチりました。9S がいなかったら私ニーヤオートマタプレイしてなかったので出会えてよかったですね。またこの戦闘型じゃないってのもいいよね。いやいい。リサーチしてくれるこの、はい、あなんていうのサポートキャラってのも、はい、なんかいいですよね。あの3話でそのポーチの中身聞かれた時の秘密ですがすっごいいい言い方をしてて、うん、そのシーンがこちら。いらないものはないかい。そういえばそのカバン何が入ってるの。秘密です。ちょっとあれはだってもう業界中ってか大爆発してたよねなんかウィスパーだったから何回もあそこを繰り返し見てますね。同じことした人がすっげーいます。やっぱそうですよね。ゲームじゃ見れなかったですね。そうそうね、あの感じは、うんうん、そうですね、うん、あれ何が入ってるんですか。秘密です。
秘密秘密です。いや、これ実は最初は決まってなかったんですけど、うん、はい、とある時から中身が決まったんですよ。何が入ってると思います？何？すげえなんかきつい。これ伊藤さんご存知？わかんないです。出てきましたよね。でもあのアニメちゃんと見てたら、なんかサポート役だから医療キットとかじゃないんですか？いや、あの子はスキャナーなんでまた違うサポートなんですよね。そこそこ、ハッキングとかそっち系なんですよね。あ、好奇心はちょっとだけ好奇心関係あります。なんだろう、でもまたなんかクリティカルヒットしそうですよね。その答え多分同じ属性のやつが決めたやつなんで、新久保さんと同じ属性を持つ。何が入ってたら可愛いかを考えればいいんですよね。そうです。ぬいぐるみか、なんかチョコレートとかクッキーとか。あ、違う、なんだろう。まあでもいい線言ってる感じしますね。トゥービーの写真とか。何？ない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 。すげえ怒るじゃない。人の答えに厳しい。何それ。まあじゃあ後ほどじゃあこれは言う機会があると思うので。あ、本当ですか？気になる。じゃあ後でしょ。ナイエーズのお話をさすると、ナイエーズハッキングというものをやるんですけど、ハッキングってゲームで、はい、やりました。やられた時シューティング。急にあの音楽がシームレスにデジタルっぽい音楽になって、なるシーンがあったりとか、アニメでね、だいぶ表現がだいぶ違いましたね。確かにアニメどうなるんだろうと思ったら、そうやって入ってくんだ。内部にね、そうなんですよ。飛び込んでいく感じですね。これはね、アニメならではで。ゲームでは 9S がハッキングをするとシューティングゲームが始まりますが、アニメでは敵機械生命体の記憶領域へ飛び込む描写に。助けてって言いながら攻撃するなんて。エコさんもレプリ、ニアレプリカントプレイなさったっておっしゃったんですけど、それの印象的なシーンが割とこれハッキングの中にねじ込まれてる。これは過去の記憶、世界の記憶とかいろんなものが見えるわけですから、そう、そこに数字が書かれた扉があって、はい、そこの数字とかも実は16進数とかで、はい、16進法か、16進法で言葉になってて、それにも一個一個意味があって。何それ。でとあるシーンのその扉には、あ、これだ、これ何、16進法ってどうやって解くの？読み方わかんない。ポケベルぐらいだったらいけるかな。そうするとこれなんだっけ、これ I promise to eternal love だっけ、これとか、要は永遠の愛を約束するみたいな言葉が書いてあって、この向こうにあのニアレプリカントの砂漠、あの仮面の街の結婚式のシーンがあったんです。そうこの扉の向こうに。これめちゃくちゃ鳥肌だったんですよ。なんでニアオートマトのアニメにレプリカント出てきてんのって。でもあれ仮面をつけてる機械生命体たちの過去のあそこには一体何があったんだみたいな。気になる。で、あとはご神体があったじゃないですか、はい、エミールという横さんの顔でおなじみの、はい、あれ何なんすか、あれの中の記憶でそういうのがあったりとかねっていう。第5話ではご神体となったエミールを 9S がハッキングし記憶領域に侵入すると、ニーヤレプリカントに登場する建物や人物が出現。ニーヤシリーズのファンにはたまらない演出が話題になりました。いや、すげえドキドキすんだよな、マジで。あの数字のギミックって実はいっぱいあって、はい、あの1話、全話にあるんですけど、あの CM 入るとき、はい、CM 開けるときに全部メッセージですけど、毎回違うんです。それを解読してる人たちもいます。そういう楽しみ方もあります。あ、この CM 前の一瞬ですよね、このね、数字が出るところがある、はい、これ、はいはいはい、あ、いや、一瞬出た。そうそうそう、ノイズみたいな、ノイズみたいなので、こんなん気づかなかったわ。わかんないよ。なんで安本さん そばに知ってるんですか、その、同じテンションだからですよ。その人たちと同じテンションだからです。なるほど。今なんか通じゃったなって止めるんです。あの石川さんは花江さんと一緒にアフレコされたそうなんですけれども、はい、アニメの 9S だとなんかちょっと違うんですか？なんかでも、やっぱりゲームだと自分体こう操作するんですけど、うん、アニメだとあの移動とか、はい、そういうところも増えるので、うん、会話がより増えてて、なんか 9S がよりちょっと人間っぽい部分があるので、うん、なんかこっちも影響されちゃって、はい、ついついやっぱ感情を出したくなっちゃうので、それを頑張って抑えながら演じてます、ね。 9S はもうでもちょっとあれですよね、そのロボットにその感情なんかないみたいなこと言いながら、でも結構本人出しますよね。そうなんですよ、うん、でもあそこ辛かったです、あの遊園地の廃墟の、うんうん、あそここう
何ですか、感情なく壊すじゃないですか、カメラっちゃダメだっていう、はい、舞台を見に来たロボットたちの、あ、そうですそうですとかは 見ながらうってなりましたね。娘を守ろうと命乞いをする機械生命体、ナインエスはゆっくり歩み寄ると、無慈悲にも刃を突き刺します。ためらっちゃダメだトゥビー。ちょっとゲームの時より冷酷な部分も見せてくるなっていう風に感じますね、うんうん、確かにちょっと冷たい、葛藤を積み重ねてんじゃないかなと僕は予想してるんですけど、うん、それでゆえに多分最後の、ね、話数が進んでいけばバーンってなるんだと思いますけど、なるほどさあ推しの話ができて大満足なんですけれども、はい、狩野さんの推しキャラもぜひ教えてください、はい、最後はいよいよ狩野さんの推しキャラ、ポット042ありがとうございます。いやもう何度ゲームでねポット042に助けていただいたか、はい、いや本当そうですね、本当に基本ゲームは、はい、下手なんで、はい、なんとかこうね敵がどういう動きをするのか、はい、どういう攻撃パターンなのかっていうのをまず引きで見たいのよ、うんうん、その時にポットになんとかサポートしていただいて、はい、攻撃して、はい、何度もこれね助けてもらってクリアさせていただきました、うんうん、であとね基本ビビりだから、はい、敵が出たらテンパっちゃうんですよ、うん、ああどうしよう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 ってなるんですけど、ポットがね冷静にね喋ってくれるから、はい、あ、オッケー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 シュ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 みたいな感じでプレイヤーのねなんか気持ちをなんかねなだめてくれるというか、ポットがいなかったらもう進められないですよね、進められないですよ本当に、まあね、三重香子さんがおっしゃってくださってポットってのは随行支援ユニットというやつで、はい、ヨルハ部隊をサポートする随行支援ユニットポット、安本さんが演じるポット042は 2B をサポートし、私秋山薫が演じるポット1号さんは 9S をサポート、情報提供だけでなく遠距離攻撃もする頼れる仲間です。まあ、僕がやってる042は 2B ちゃんについて、うん、で1号さんというのが 9S くんについて、はい、でこちらはこちらまた秋山さんという声優がやってらっしゃるんですけど、うん、また違う質感でだからこっちも素敵ですよ、うん、でもなんかあるんですか、そのポットをこう演じるその声の出し方とか、いやなんだとにかく抑揚をどこまで、ね、僕の場合は抑揚をどこまでなくすかっていうので機械的な方向を探ってて、秋山さんは逆に音としての抑揚は出すけどもなんかちょっと違う方向の機械的な声の出し方をしててまた全然違うパフォーマンスで面白いと思うんですけど、結構気は使いますね、繊細にやんなきゃいけないんで、そうかちょっとでもブレちゃいけないから、いやだからあれ本当に機械的にずっと一定でいく感じも、いやすごい、だからなんかすごく心地いいというか、はい、やっててもゲームしててもアニメ見ててもすごい心地いいんですけども、うん、あれもなかなか大変だなっていうふうに思いますね、感情を乗せるとは真逆ですから、乗っちゃいたくなるし乗せたくなる時も山ほどあったし、特にゲームの収録の時は、うん、俺とある最後の方のセリフは少し感情が乗っちゃってるんですよ、はい、でもそれはもう話し合いをして、今までのまた話長くなっちゃう、はい、今までのニーヤシリーズでもレプリカントをやっていくと機械だって感情に近いものを持つこともあるみたいな言葉があったりもする、うん、そういう世界観の中だからちょっと僕にもそれが少しあってもいいですかっていう提案して、うん、とあるセリフだけそんなちょっとだけ感情的に読んだりとか、うん、それをやってみたいとか、そんな気持ちが乗ってるからこそ一番最後のセリフはこれは言いたくないですって言ったりとか、喧嘩もしたい、まあ言ったんですけどちゃんとお仕事だから言うんですけど、そうですよ、ただ気持ち的にこんな辛いセリフ言いたくないと思ってなんで言わなきゃいけないんですかって言いながらでもやりましたけど、安本さん的に一番このポットで一番好きなセリフって何かあったりしますか。なんだろう、2B とのやり取りで絶対に曲げないのがいいんですよ、だからもうずっとこうしろこうしろとか否定否定って言ってて、でも最終的にもういいからやれやって言われるとはいってところは好きですね、ずっとそれはダメそれはダメって言ってるのにやってって言われたらはいっつって可愛い最終的に、はい、そういうところが好きですね、その緊張と緩和もなんかね、その 2B とこの042のなんかねちょっとなんかコント掛け合いの軽い漫才見てるような感じで、ちょっと微笑ましくなったりもするんですよね、アニメだと結構そういうこと多いかもしれない、そうですね、特にアニメ多いですね、うん、
人形劇、ニーヤオートマタについて語り合いたいと思うんですけど、あれ何なんですか最後、あのアニメの最後にちょっとしたミニコーナーがあるんですけども、あれ可愛いんだけども、あれに関しては我々も何だろうと思いました急に違うの始まったなと思って、しかもシャープ1 の第1話のあそこがまあ尺がなくて、驚くべき早口を要求されて、そうだったんだ、すごい大変そうと。いやでもなんかあのすごい監督もやっぱりこだわりがあるのが、シャープ1だとなんかあのナインスがブラックボックスみたいな、あのブラックボックスを何テイクも、あ、マジで、そうだったんだ、要求してて、いやもっとブラックボックスだみたいな、あ、俺あれ花井君のアドリブだと思ってた違う、その監督のこだわりで、あ、そうなんだ、こういう風にって言って監督はもう実際に言ったりして、やったりする、発音言い方、ちょっとこちら VTR があるんですか、ちょっと見てみますか、はい、改めまして、ポッド042より人類の皆様に報告、ただいまよりビデオゲームニーヤオートマタのマルチエンディング紹介タスクを実施、以上はいはい、どうも、日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型ことナインスと同じくヨルハ2号 B 型、しかも中もしっかり作られてますよね。早速ですがゲームニーヤオートマタはマルチエンディングという形式をとっていて、終わり方がたくさんあるんです。そこでこのコーナーでは数あるエンディングを一風変わった形でお届けしていきます。 9S、 まずはもう少し私たちの紹介を。ナイスアシスト 2B さん。僕たちアンドロイドのヨルハモデルにはいろんなタイプがあって、アタッカータイプの A 型、バトラーの B 型、他にも D 型、 G 型、 H 型、 O 型、僕とスキャナータイプの S 型、他にも隠されたモデルもあるとかないとか。 2B さんの2はそのタイプのロールアウト順の番号になります。私は A 型と G 型を統合した汎用戦闘モデル、そしてヨルハモデルのみ搭載されているこのブラックボックス、ここだ、実はものすごく優れた機能があって、トゥービーさん、ちょばっちょばっ一瞬っていうエンディング実際あるんですね、面白いですね。最初見た時感動しました。確かに確かに、ただ本当なんか子供、はい、なんか子供向けのなんかなと思ったらちょっとしっかり面白いしね、うん、そうなんですよね、ちゃんと説明もしてくれてますから、はい、まあ、そうじゃない回もありますけど、はい、何型何型何型、隠されたのハテナ型みたいなのがすごい気になるしね、気になる、大事ですね、大事、うん、そうなんですね。ニーヤオートマタの特徴であるあの何ですか、マルチエンディングが表現されてるのが、はい、最高だと思って、まあ、あれはなんか26巻とか、はい、もう、うん、いくつかこう ABCDEFG みたいな感じであるんですけど、うんうん、そこ一個一個押さえて、あそこのおさらいというか、うん、茶化してというか、アニメだと死ねないですからね、確かに見られないので、ここの人形劇でちょっと紹介というか、だからもう一番人気のエンディングであるどっかのタイミングできっとアジを食べると思います。アジ、アジを食べて、どこかのタイミングで、はい、ありました。俺も そのエンディング見たな。どこかのタイミングでアジを食うと思います。なるほどね。そういうのなんかねあるんですよ、細かいところね、うんうん、まあでもお遊びパートではあるんですけども、うん、でもそこもなかなか面白いパートじゃないかなと。確かにあの1話でなんだこれって始まって2話3話と、はい、ちゃんとあるんだろうな人形劇、うん、待ってる、癖になっちゃう、そうそうそう、求めてる自分がいました、司令官まで出てきましたから、出てきましたね他にもなんかある、うん、ということで、もう一つ見てみますか、はい、うん、あれなんですよ、ここが先ほど の、はい、質問したカバンの中身はなんじゃろなっていうのがあったじゃないですか、はい、ナインス君の、はい、でその中身がその最後の C パートで実は出てくる、あったっけ、ちょっと見せてもう一回、あれなの、まあ見てみましょうか、じゃあどうぞ、うんうんうん、こう私はイノシシ役でした、はい、イノシシ役で、イノシシ戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S と、同じくヨルハ2号 B 型、動物に乗りますよね、はい、よく見てくださいね、突然ですけど 2B、 動物に乗ったことはありますか。ない、だと思いました。まずはカバンより取り出したこのドングリを、ドングリ置いてみると、今です、このボーナスついてるが僕ですね知らなかった、たまにはこういう移動の仕方も悪くない、警告、次イノシシ役やってたんですね、トゥビー風になりましょう、まあ、ポート役でいいじゃないか今喋ってんだからと思ったんですけど、ね、私たちの風あれはトゥビーストップストップなんで
はい、というわけで、あの 9S が秘密ですって言ってた、はい、あの、うん、カバンの中身は実はどんぐり。そうです。確かに人形劇でどんぐり出てきた、急に出てきたなと思うんだけど、うん、それが正解なんですか。あれは公式なんです。公式になっちゃったんです。なっちゃった。最初のゲームの段階だと別段横尾さん考えてなかったんです、うんうんうん、でもあの UK を置いてパスカル役の声優がいっぱいあるイベント、はい、まあね、しかも出てたやつ、はい、イベントとかのトークショーみたいなやつで、うん、カバンの中何入ってるんですかって、あの 9S が好きすぎて、うん、あの UK を言わ、うん、自分でドールを作るぐらい入れ込んでて、だからもう知りたいんですって言ったら、逆に何だと思いますみたいなことを横尾さんに聞かれて、どんぐりそうなんですか。どんぐり入ってたら可愛いと思いません。かわいい、理由もあって、いや好奇心が旺盛だから、あの廃墟とか歩いてる時どんぐりが落ちてるのを、あの思わず拾って入れちゃってるっていうことをしてると思ったら、私可愛くてたまりませんって結城さんがおっしゃり、じゃあそれでってなって、そんなノリで決まってったんですね。かわいい。どんぐり確かに正解だわね。かわいい、大正解ですね。 9S 推しの、はい、いかがですか、どんぐり大丈夫。どんぐり、はい、大正解です。かわいいちなみに、そうなんだ。ちなみに有形葵さんは 9S が大好きなんですけど、 9S のどこが一番好きかご存知ですか。わかんないです。またどこですか。膝の裏。あ、正解。え、すごい、すげえ。すげえ。なんで膝の裏なの。いや、膝の裏やっぱ少年性が出るんですよ。すげえ、嬉しい。ちょっと待って、膝じゃなくて膝の裏。膝の裏、膝の裏です。何かの企画だったらぜひ、あの友達になってください。お会いしたい。ちょっとごめん、全然わかんない。熱い熱い。いや、ちょっと勝手にちょっと置いていかないで。何膝の裏ってどういうこと。あの、やっぱ少年って大人になる前の男の子の膝の裏ってちょっとまだ縦線が入ってて柔らかそうなんですよ、うん、あの本当に同じこと言ってる。大人になるとその縦線なくなっちゃうんですよね。あれ変な空気。石川さん、石川さん、今のお話は分かる。私分かんない。分かんないですよね。嬉しい。私も 9S の膝の裏最高と思って見てたので。え、膝の、まさかの膝の裏に線入ってる。線、あの線が入って、しっかり入ってるわけではないけど、その少年らしいその短パンとハイソックスにしたこだわりはきっとここにあるんだろうなって思って見てました。はい、めっちゃ、佐野さんめっちゃ見てる。全然わかんない。すげえわ。アニメでは機械生命体側の視点が深く描かれていることも話題になっています。そうですね、特に2話は僕らもびっくり、うん、なんかあんま喋ってないっちゃ喋ってないもん、ね、そうですね、なんか1話がすごいゲームのあのチュートリアルの部分とほぼそのまま作られたと思ったら、2話でいきなりなんか知らないような話になって、うん、私たちもびっくりだったんですけど、うん、まあ、ゲームではやっぱり 2B とか 9S 目線で進んできますけど、うんうんうん、アニメだからこそこの機械生命体目線というか、うん、そうすんでもこれがまたね、うん、ちょっと切なかったですね。2話は相当辛かったですね。目の色で結構分かるんですけど、赤い色だと戦闘で、まあ、黄色が、まあ、なんていうんですか、警戒とかそこら辺ですけど、青、緑だともう全く戦う意識がないんですよ、うん、でその緑にまで彼らがなってるシーンもあんなに、それがぶっ壊されるのが、うん、結構切ないシーンが、お花を大事にこのお花ここで出てくるんだって思いました。ゲームやってたら、そうですね、いっぱい咲いてたお花がアニメではこうやって表現されてたんだ。月の涙というお花なんですけど、あれはリアルプリカンとかでやってるととっても大切な花なんです。全部じゃ繋がってんですね。そうなんだ。いや、これ本当このロボット目線だけの作品で全然見れるもんな、うんうん、これまでゲームのダウンロードコンテンツや短編小説で描かれてきた機械生命体の視点、アニメ第2話ではその要素が色濃く反映されました。そして機械生命体といえば、アダムとイブの2人もアニメ独自の表現で描かれています。出てき方がゲームとはちょっと違うなと思ったんですけど、やっぱあの眉みたいな、ロボットたちが集まって眉みたいになってるところはやっぱゲームやっててもゾクゾクしてたので、こうアニメでの表現も鳥肌立ちながら見てました。このアダムとイブのこの、なんていうの、このルックスというか、それはどうなの。最高です。最高。はい、こっちも大丈夫なの。はい、あの色素薄くて肌真っ黒で。膝の裏は？膝の裏は硬いんですよ。硬いんですよね。硬いって。違いが。硬いけど、でもあの。
素敵でした。かっこいい。そうですね。この表現の仕方とかも、最初ゲームでやってる時って、このアダムとイブが機械生命体って言ってるけど、見た目がもはやアンドロイドで、そうですね。何が違うのか分かんなかったんですけど、このアニメになったことで、アニメでは機械生命体の体に繊維が出てきて、皮膚が出てきてって一瞬これあるじゃないですか。ちょっと機械っぽかったですよね、本当に。これでちゃんと機械生命体であることを表現したっていう。そういうことだったんだ。でもしっかり血が出るんだよな。そう、口からも吐くし。それはね、人類を模してるからですね。でまたこのイブがね、はい、なんていうかこう別な環境にいたら敵として会うことはなかったんじゃないかなって思うぐらい、なんか純粋そうにも見えるんですけどね。お兄ちゃん大好きっ子です。お兄ちゃん大好きっ子でブリーフ入ってますからね。ね、白ブリーフ可愛いですね。でも確かにもうこの綺麗な、綺麗な敵キャラクター、これアダムとイブのファンも多そうですよね。いや本当に筋肉も綺麗ですし、乳首が綺麗。見るとこちょっと違うんだよな。石川は分かってくれると思うけど、ほとんど勇気じゃないかな。そうですね、あの狂犬になりうる。いいですね。いいですね。サラサラストレートヘアもいいですね。これらのお話を踏まえて、またアニメをぜひぜひ皆さん見返していただけたらなと思います。もう1話からもう一回見たい。そうですね、うん、面白すぎる、うん、さあということで、そろそろ、閉店のお時間となってまいりました。何かでも閉店間際なので、何か言い残したことがあれば、皆さんお願いしたいんですけども、石川さんいかがでしょうか。はい、11月に開催されたファンフェスを収録した、ニーヤオートマタファンフェスティバル1202に壊れた5年間の声ブルーレイが、4月19日に発売です。現在予約受付中ですので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そしてアニメニーヤオートマ、アニメの方です、はい、アニメニーヤオートマタバージョン 1.1 オリジナルサウンドトラックが4月26日に発売になります。アニメのための新規書き下ろし楽曲プラスリアレンジ曲を計15曲収録予定でございます。ブックレットには、あの褒めると、ね、怒られる世界の米岡こと岡部圭一さん、そしてソルジャーホワシこと穂橋圭吾さん、そして高橋栗之さんと、はい、こちらと、あとアニメ監督の正間亮さんの 4名によるライナーノーツが掲載されているそうです。こちらは現在予約受付中ということなんで、よろしくお願いいたします。これ CD マジで欲しいな。本当ですね、リアレンジっていうのがね、またいいですよね、音楽ね。なんか本当にマジでカフェとかでも流しても全然ね、はい、いやもうその世界に入れる。さあそして石川さん、安本さん、今日はあの楽しんでいただけましたか。はい、いかがでしたか今日は。石川さん、いやでもなんかあの私たちもアニメ全部を分かりきってるわけじゃないので、こうして改めて話すことで、私も初めて知ったことたくさんありましたし、きっと視聴者の皆さんもゲームファンの皆さんはこう、あゲームで見たところもあれば、新しくなってるところでびっくりしていただいて、で今度アニメをで初めて知った方は、こうゲームで遊んだら、あれこれアニメで出てきたなとか、ここちょっと違うなっていうところが出てきて、もうみんながこう循環して楽しめるんじゃないかなっていうふうにすごく思いますので、もうみんなでアニメもゲームも全部で楽しんでほしいなってすごく思います。はい、さあ安本さん、はい、今日はいかがでしたか。そうですね、まあ、ゲームから入った方がいいのかアニメから入った方がいいのか本当に難しい作品なんですけど、どっちも違う体験に必ずなるんですよ。なんでかというと、あのもう結構違うところが多い、ゲームのアニメ化なんだけども違うところが多いってなかなかないんですよね、そういう作品です。だから誰でもどんな人でも楽しめるものにこのアニメもなっておりますので、がっちりアニメを見てゲームを遊ぶもいいし、アニメゲームガリガリにやったから、そらそらじゃあお頼み拝見だぜのテンションでアニメをご覧になっても構いません。絶対に損はさせませんので、これからもぜひいっぱい見て愛してください。お願いいたします、はい、お願いいたします。さあ飯窪さん、はい、いかがですか。私は5年前にプレイをして、でずっと一人でこのニーヤオートマタ最高っていう気持ちを悶々と抱えてたんですよ。それがこの5年越しにすごい贅沢な空間で推しについても語らせていただけて、本当に楽しかったです。ありがとうございます。5年間膝裏が好きなの黙ってた。黙ってた。もう何ゆかのどこが好きを黙ってたから、ようやく話せて嬉しかったです。舞台の出演よろしくお願いします。お待ちしております。ぜひ頑張ってください。全力で頑張ります。お花出しますんで。ありがとうございます。花野さんいかがでしたか。いやもう楽しかったですね。本当になんか結構ゲームやっててもアニメをちゃんとしっかり見てても
ここにこんな秘密あったんだっていうのを、うん、やっぱりお二方からね、はい、聞ける情報っていうのは、まあ、これ多分まだ一部でしょうから、うん、まだまだたくさん散りばめてるってなってくると、はい、次でやっぱもう一回見て探してやろう、うん、で今度こっちが教えてあげようかなぐらいの、うん、これ見つけたの僕だぜみたいなことを、うん、なんか探してみるのもなんか面白いかなと思って、いやそうですね、うん、まだまだニアオートマタ、うん、思いっきり楽しみたいと思います、はい、ありがとうございます、今日はありがとうございました、はい、見どころいっぱいのアニメニアオートマタバージョン 1.1 へ DMMTV で現在7話まで配信中です。今日お話ししたところも踏まえてアニメもそしてゲームもぜひぜひチェックしてみてください。はい、さあということでもうあっという間ではございますけども、はい、これにて閉店となります。アニメ、ニーアオートマタバージョン 1.1 へ、ポッド課のポッドイークボより、ご報告、人類に栄光あれスペシャルでした、うん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。人類に栄光あれ栄光あれ栄光あれ